Hello everyone, this is Clinton's channel. ロサンゼルスで働き始めて、アメリカで働き始めて約2年が経ちましたが、最近感じた日本、シンガポール、アメリカの働き方の違いについて今日は語っていこうと思います。といっても私の業界は特殊で、エンターテインメントの世界は飲食店の世界、セールスの世界と全く違うので、こういうのもあるんだ目線で見ていただけると幸いです。決して全部のアメリカの企業がこういった文化というわけではありません。まず一つ目に、採用されるときは私は携帯で連絡が来ることが多いです。仕事中もやり取り、資料の確認とかもするんですけど、フレンドリーかって言えば、まあ、そうではないですね。もちろんアイスブレーカーっていうの、プライベートについて話すことは日本と比べて圧倒的に多いと思いますが、ビジネス用語もありますし、それなりの敬語っていうの、普段と比べて言葉遣いは少々異なります。アメリカの職場といえばフレンドリーで、みんな気さくで、はあ、ベストフレンドみたいなイメージがあるかもしれないけど、まあ現実は違うね。ここに来て驚いたんだけど、基本的に時給ベースでした。ほとんどが1日で働く時間が、例えば8時間だとすると 8 hours with 22 hour pay、 8×22 イコール日給。それが週に1回もしくは2週間に1回振り込まれるっていう形がほとんどです。日本だと時給ってバイトぐらいじゃないって思うかもしれないけど、ここは時給換算が多いんだよね。かといって、こまこまと、この日は8時間20分、別の日は7時間47分働いたから、この誤差がっていうのはなく、時給ベースなんだけど、ほとんど変わんないかな。だって毎回同じ金額が振り込まれるから。で、時給換算があるならオーバータイムあるのか、残業あるのかっていう質問が浮かび上がってくると思うんですけど、週末は基本仕事しないでと指示される場合がほとんどです。オーバータイム、残業が関わってくると法的にややこしくなったり、ペイチェックも 1.5 倍の時給に換算になるから、企業側の負担が大きくなるんですね。あなたは頑張り屋さんかもしれないけど、週末はお願いだから何もしないでと言われましただってメールの確認とかしたくなるじゃん、溜まっちゃうじゃん、月曜日に一気に見るの嫌だもんって思って、週末にガーってやっちゃうんだけど、それやったらダメって言われたので、はい、我慢です。未来の自分のためにちょっとだけ残業したり、週末ちょっとメールチェックしたりするのは、私は自分のためだと思ってやってるんですけど、企業側からするとリスクが大きすぎるし、ペナルティーにも入っちゃうから、頼むから余計なことはしないでと頼む企業がほとんどです。しかしこれは会社によります。過去に働いていた場所では普通に週末でもチェックしたり、まあ、必要なことはこなさないといけなかったんですけど、本当に場所によります。次は職場環境について。日本だと上司とのバチバチ自分のデスクにこもってカタ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 やる、お昼になったらお昼ご飯を食べるとルール、規則正しいイメージなんですけど、まあ、実際日本で働いたことがないから、皆さんの体験ぜひ教えてください。そのイメージは私は持ってるんですが、アメリカでは終始みんなおやつ食べてますね。イライラしてるのか分かんないんですけど、何かつまみながらパソコンでカタカタやってます。昼休憩は基本的に1時間のところが多いんですけど、法律的にカリフォルニアで8時間以上働く場合は休憩が10分、そしたら30分、最後にまた休憩が10分っていう最低限のブレイクルールがあります。その1時間お給料が出ないので、仕事も何もせず何もしない、ただ1時間の昼休憩があります。これも会社によると思うけど、今日はちょっと歯医者の何々があるからリモート、今日はちょっと気分があれあれだからリモートに切り替える人もいます。羨ましい。あとこれは大きな違いなんですけど、まあ、どちらかというとさっきのお金の話の方に属すると思うんですが、税金は自分で処理しないといけないです。確定申告の時期になると今まさにそうなんですけど、自分で処理しないといけないので、みんなピリ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 してます後々罰金だのペナルティだの、そっちの方が怖いので、私は少し高いんだけどお金を払って代理店に計算してもらってます。こちらの服装、普通に寝巻き部屋着っぽいと思うんですけど、こんな感じで私は出勤してます。最高インタビューの時しかスーツなんて着ないよね。インタビューの時にもスーツ着てたら、特にエンタメ業界だと流行りやファッション、今時っぽくトレンドを取り入れた服装の方がいい印象を与えることができるので、スーツで行くよりかは着慣れ感があるファッションで行ったり、
スマートカジュアルで行って印象を残す方が圧倒的に強いキャンディデートになります。これはアメリカ内でも政府関係のお仕事だったら絶対スーツだし、こうやってエンターテインメントだったらスウェットで着てったり、面白いなんか映画の T シャツ着て話題を作ったり、振り幅が広いので何とも言えないんですけど、このような格好で出勤してる人がほとんどです。ロサンゼルスはエンタメの世界なんで。そして仕事中、もちろんお仕事もこなすんですけど、プライベートの話をすることが多いって言ったじゃないですか。アメリカの文化はそもそもアイスブレイカーが重要視されていて、お互いの仲を知り合う、そしてビジネスパートナーとしてクライアントじゃなくても同僚同士でもプライベートな話をたまにしたり、絆を深めてコミュニケーション能力を伸ばすっていうのが重要視されています。びっくりしたのは、会ってその日のうちにもう相手の家族構成、恋人がいるかどうか、どこに住んでるか、実家はどこなのか、好きな食べ物、好きな映画、週末何やってるのか全部把握しちゃうことです。会って1日目でこれ全部アイスブレイカーなんか丸見えだよね。日本だったらあんまりない気がする。なんなら恋人いるのかどうか聞いて相手が不快に思われたらセクハラに入ってしまうのであんまり聞きにくい。けど一つ違うのは、日本と違って一緒に飲みに行くとか一緒にランチする、仕事後一緒に何かをするっていうのないです。仕事中は仕事仲間とわちゃわちゃお話しして、あなんだこうなんだ週末何やるんだへえ面白いっていうのはやるんだけど、勤務時間終了になったらもう終わりですね。そこからじゃあって言ってみんなさーっと帰ってきます。それがいいところ。残業のペナルティがあるからこそ、ピタリとその時間になったらもうみんなでさーって帰れる。そう思うと日本では仕事中は結構真面目であんまり市場持ち込まないけど、終わった後に飲みに行ったり一緒に遊ぶっていうか、まあ、食事して仲を深めるっていう、その時間は仕事後にあるのかな。お給料が払われてない時間帯で同僚と私は話したくないって、あんまり仕事関係のこと考えたくもないし話したくもないっていう人がほとんどです。あと驚いたのは会議が少ないこと。ロサンゼルスに来てシンガポールと比べて圧倒的に会議が少ないです。物事がパッパと決まるし、まあ、これは良くも悪くもなんですけど、ボスの機嫌によってコロコロ変わりやすいから、もう直接聞いてそれでパッパと次のステップに進むっていうのがほとんどです。もちろん私の特殊な業界あるあるだと思うんですけど、会議が少ない、時間を無駄にしたくないっていうのが多くて、それは日本と違うのかなって思いました。日本ってみんなで話し合ってみんなで何か決めるっていうイメージが強いし、会議も長く続くっていうイメージがあるので、どうなんでしょうか、教えてください。あと休憩時間、1時間のお昼休憩やちょこっとした他の休憩に関してなんですけど、シンガポールではみんなタバコ吸いに行く人が多いです。ここではその間みんなジムに行きます。さすがカリフォルニア、休憩時間昼休憩にみんなジム行って歯入って帰ってきます。仕事できんのかって話なんだけど昼休憩にジムに行ったり、持ってくるお弁当もオーガニックの野菜のなんとかかんとか、オーガニックのなんとかスナック、健康意識がもともと高いカリフォルニア住民。シンガポールでよくタバコを吸う上司たちがいたんですけど、小さな会社の部屋の中で窓を開けないままよく吸ってたから、私はゲホゲホ大変な思いしてたんですけど、それがもうないっていうのが本当にありがたいです。ちなみに私は昼休憩に何するかって、車で昼寝してます。以上で本日は日本と海外の働き方の違いについてざっくり比較してみました。アメリカと大きな名前国でざっくりくくりましたが、もちろん職場によっては違いますし、職種によって環境も異なります。これを言わないと必ずコメント欄に、私の場合はスーツで勤務して何とめちゃくちゃ反応が来るのです。リピートしてお伝えしています。皆さんの職場環境はどんな感じですか？フレンドリーですか？プライベートの話などできる環境ですか？ぜひ教えてください。最後までご視聴ありがとうございます。ではまた、バイバイ。